レディースエンジェントルメン、皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber 兼バーチャルパフォーマーの三玉作丸です。まあなんかいろいろ自粛の時期じゃないですか。特にやっぱり外食業界とかが打撃を受けていて、結構ねいろんな珍しい食べ物が通販してたりするんですよ。珍しいって名前そのまんまなんですけど、珍獣屋さんが特別に通販をやっていて、お家でジビエ料理が食べられるっていうことで取り寄せをしてみました。取り寄せたのはシカ、ウサギ、そしてリス。これ完全にゴールデンカムイの食べ物だよね。というわけで今回はゴールデンカムイ鍋を食べていきたいと思います。料理するぜ。それじゃあいただきます。まずウサギ、まあ見た目かなり鶏肉っぽいですよね。いただきます。思いっきり鶏肉ですね。ちょっとでも鶏肉にはない筋肉がある感じがする。筋の感じが獣感が若干あるね。でも美味しいかな。あと漬け込んだニンニクとごま油が効いてて、その風味がこの獣感を少し薄めさせてくれてて、すごいいい感じだと思う。で、次が、鹿ですね。これです、鹿。いただきます。牛肉ですね。馬っぽい味なのかなと思ったんですけど、どちらかというと本当に牛肉だなっていう感じの味ですね。びっくりした。牛と鶏だな。完全に牛と鶏のお鍋。まあ、この味噌が、臭みを和らげてる感はありますね、かなり。野菜も美味しいよ。で、リス。今回の目玉ですね。一応火取ってるか確認。まあ大丈夫そうですね。ちょっとリスに合わせて煮すぎて、ウサギとシカは火通しすぎたかもしれない。でもまあジビエだから少しね。ああ、これはね、食べたことない味。油の感じがきますと。で、この油の感じが、牛とか豚とも違う感じなんですよね。牛、豚、鶏とは違う感じの味。臭みもそんなにないし、全体的に。外れなしですね。ジビエ特有の逆に生臭さを求めてる人には残念かもしれないけど、かなり食べやすい味のものが多いな。ちょっと残念というか僕の至らないところなんですけれど、これ多分十分似てるんだけど、ちょっとね、むしろね、火通しすぎた感があります。もうちょっとね、ジューシーな感じにできたかもしれない。というわけで今日はゴールデンカムイ鍋を食べてみたんですけど、リス、ウサギ、シカ。一番食べてよかったなと思ったのはリスでしたね。ジビエ料理って美味しいんですけれど、やっぱりなんだかんだ言ってね、牛、豚、鶏ってすごい美味しく品種改良されてるんだなっていう印象になることが多いんですよ。リスはそのどれとも全然違う味だった。で、全体的にすごい美味しかった。なかなか家でこういうジビエ料理を食べられることっていうのもないんで、ちょっと怪我の巧妙かなっていう感じはありました。今の時期、いろんなお肉メーカーさんとか飲食店さんが珍しい通販とかやってると思うんで、ぜひぜひ皆さんも食べて貢献してみてくださいね。私もなんかもっと面白いものがあったら食べてみたいなと思います。面白い情報を募集してます。以上、三玉作丸でした。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。またねー。